会社の中でよく見る施設とかその場所の名前を整理しておきましょう。単語の練習です。こちらからいきますよ。はい。まずはこちら、郵便室、郵便室。何かの郵便物を、えっ、ー、と、保管しておいたり、受け取ったりする場所ですね。それから、ロビー、ロビー。で、これロビーを使うときに、例えばね、ロビーを使ってもいいですかとか、 ロビーで待ち合わせましょう。そういう会話をよく聞きますね。次、エレベーター、エレベーター。うん、基本的な単語ですけれども、ここでよく会社で見るものとして書かれています。エレベーターっていうのは、上と下にこう移動するものでしょう。で、それとよく似た外来語の言葉で、エスカレーターっていうのありますね。エスカレーター。エレベーター、エスカレーター。言葉がよく 似ていて、似てるかな。よく間違える人が多いので気をつけてください。次、受付、受付。例えば、まずは、受付で、えっ、ー、と、書類に記入してくださいとか、受付で、うんと、お名前と名刺を渡してくださいとかね。あの、そういう感じで、受付で何々してくださいという言い方をよく使いますね。はい、次。 えー、お手洗い、お手洗い。で、お手洗いいろんな言い方があります。例えば、トイレとか、お手洗い。または、えっ、ー、と、外来語の中では、レストルームみたいな言い方をする人もいますけれども、基本的にこのお手洗いという言い方が、まあ、丁寧で、聞いた感じも、うんと、印象がいい感じかなと思います。トイレよりも、お手洗いの方が、丁寧な感じがしますね。 はい。じゃあ次。給湯室。これは、えっと、車内のところですね。給湯室というのは、例えばお茶を入れたりとか、あとはちょっとした冷蔵庫があって、そこに物を入れたり物を出したりするところ。これが給湯室です。はい、次。休憩室。ちょっとした休憩をしたい時に使う場所。これが休憩室。休憩室で休んできます。まあ、こんな感じで言ってもいいですよね。 はい、次、倉庫、倉庫。倉庫に物をしまいます。とか、倉庫に何々を取りに行きます。こういう言い方もよく使いますね。はい、次、コピー室、コピー室。コピーのための特別な部屋があるんですね。ここにも書いてあるかなありますね。コピー室。コピー室に行って、えー、書類をコピーしてきます。とか、コピー室に書類を取りに行きます。 まあこんな感じの使い方が多いかな。はい、次。オフィス。オフィス。まあオフィスというのは全体のこの場所、仕事をする場所ですね。私は普段5階のオフィスで働いています。そんな感じの言い方もしますし、私のオフィスはあそこです。こういう言い方をすることもあります。はい、次。会議室。会議室。会議室は使えますかとか、 今から会議室で会議があります。こういう感じですね。で、会議室とよく似てる言葉にこれね、ミーティングルームとかミーティングスペースという言葉もあります。ミーティングルーム、ミーティングスペースというと、会議室よりも少し規模が小さい場所という感じがしますね。はい。そして次が待合室。待合室というのは、例えば会社の人と外から来たお客さんが 待ち合わせるところ。これが待合室です。はい。以上がこのオフィスとか会社の中でよく出てくる施設の名前でした。